今日のゲストは株式会社の万能東海代表取締役浅野修一郎さんに来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんでもう一回ロマンドロールをやろうと思ったんですか？自分でパクるっていうこともできるわけじゃないですか、うん、自分のブランドを作るとか、うん、みんなそういう人もいるじゃないですか、中には。まあ、ロマンドロールはパクれないですね。あ、やっぱりロマンドール名乗ってロマンドールなんで、はいはい、形はできるかもしれないですけど、自分も研修してある程度まで行って、はいはいはい、やっぱり離れてる間に、まあ、いろんなものをやっぱ見て、やっぱりまあ本物って言い方欲しいけど、やっぱ良さであったりとか、やっぱ分かりましたね、それが、うんうん、で、やっぱまあもちろん長谷部会長がちょっと復活されてですね、で、まあ、それもまあ、今こうやろうって思った、まあ、まあそれが一番のやっぱり、ね、まあ、結局初めは商品に惚れてやっぱり自分もロマンドロしたんですけど、やっぱお付き合いしてるうちに、まあ、彼みたいになりたいなって目標がちょっとやっぱ変わってきたんで、まあ、実際単純に今回も初めさんがまだ戻ったということでやろうと。まあそれですね。はい、はい、申し訳ない。いや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 、本当に一番最初ロマンドロールやるっていう時は抵抗感とか全然なく。あ、でもそれはなかったですね。うん、うん、まあただおしゃれな感じの あれだったんで、まあそのまあクレープだフラン、まあ洋菓子を売るってことで、うん、まあそっちの方がまあどうやらたこ焼きっていう感じのタイプの人間なんで、うん、それより抵抗あるだけで。うん、まあ、やってしまえば、まあ、本当にやりがいのある仕事だし、うん、まあ、ちょっと自分のこう世界観とかもすごい変えてもらったんで、もう着る服も変わってきたし、実際、うんうん、そういう意味ではね、本当にいろいろ感謝してますね、やっぱり、はい、うん、実際やってみて一番大変だったとか困ったっていうのは何だったんですか？やっぱ営業先ですね、うん、やっぱうん、こうテレビでマネーのトレンドで、その当時はもう本当にありがたいことに、もう本当に某施設の一等地であったりとか、もう本当にそれがもう1年近く続いて、でも1年経った後ぐらいにやっぱり、まあ、一応それブームっていうのがやっぱ物事あるんでね、それでちょっと営業先がふっと、あ、次のやつないやって思った時に、まあ、それまで営業っていうのをしたことがなかったので、はいはい、まあ、それが一番大変でしたね、はい、場所を取るってことが、